まだ早いぞ。駅員さん、行ってきます。中堅私鉄、それは人生安泰の就職先。ああ、就職できて最高のはずなんですけどね。不安だな。まあ配属されたばかりですし、杞憂ですよね。杞憂。あの太陽のように永遠に輝く安泰人生が目の前に。ボロ、なんぞこれ。国鉄から古い電車をもらったんだって。よく修理して胴体復帰させたな。へえ、これが修理。ああ、うちのモットーでしたね。もったいない。直せばまだまだ走れます。いいから乗るわよ。はーい。はーい。ワープ2で発進。初仕事はソファーで転がる芋になるといった簡単なものがいいですよね。ところが XP のサポート期限切れからもう1年ですよ。即刻入れ替えを。だってまだ使えるじゃん。しかしシールドなしで戦闘するようなものでは。だってお金ないもん。でも限界なんです。たるみちゃんの報告書読んでいただきましたよね。読んだよ。しかしウイルスソフトを入れとけば大丈夫だろって役員連中がな。頑張って変えたのに。決定事項は変えられないんだと。俺だって役員会じゃ下っ端なんだから。ま、頑張ってくれ。はぁ、あ、何も起こらなければいいんですけどね。起きました。報告して。ウイルス感染報告が殺到してます。広報課、営業課、国際課、ここ以外全部です。原因は？広報課の人です。ウイルスに感染しているという偽のウェブサイトを信じ込んで偽ウイルス対策ソフトを入れてしまったそうです。まあそれ自体がウイルスだったようですが。まさかあれを真に受ける人がいるとは。これだけ広がっているのになんでうちの課では感染していないんでしょう。 OS がセブンドリナックスだからでは。確かにやられているのは XP だけのようです。なるほど、XP を狙ったウイルス。でも万全の対策はしていたはずよ。新種のウイルスみたいです。ウイルス
ス対策ソフトも歯が立ちません。これ XP のバグをついて管理者権限を奪い取るタイプのウイルスですね。どんな対策も無意味です。調査君、バッジは出てません。当然ですね、サポート期限が切れてるんですから。社内ランは XP の巣窟よ。仕方ない、社内ラン全体を機関ネットワークから隔離しましょう。調査君、5分でやります。1分でやって。あいやいさはい、システム化運用です。中はサーバーの負荷が異常に高いんですよ。え？サーバーまで感染したの？みたいです。確かに今月のアップデートもまだでした。うっかりしてたわ。困ったわね。はい、システム化。今度は何？これは…ハッカーのいたずら？CTC サーバーは無事？もし乗っ取られたら信号機が。大丈夫です。古すぎて影響を受けていません。20世紀の技術だと思われます。興味深い。でもこれが遠隔操作ウイルスを使った人為的な攻撃だとしたら、個人情報盗め、個人情報盗め、列車事故起こす。インターネットから切断しましょう。ん？外向けのウェブサーバーもですか？そう、ウイルスがハッカーの指示を受け取れないようにするの。最終手段ですか？たるみちゃん、配線図探して。ホーソロちゃん、広報と CIO に連絡。切断は私たちが。さあ、急ぐわよ。ダメだ。 CIO、 大損害じゃないか。ようやくサイトがダウンしたら。しかし今は緊急時です。個人情報漏洩、列車事故、何が起こるかわからない。他の役員が何と言うか。無理だ、ウェブサイトは落とさない。維持しつつハッカーを締め出す。そもそも今回のケースでは XP をアップグレードしていたら初期段階で防御できたんです。これ以上過ちを重ねるおつもりですか？おやおや、まあまあ。あ、データベースサーバーが攻撃されています。もう時間がないんです。無理なものは無理。調査君、ファイアウォールで締め出せない？ファイアウォール反応しません。通信を妨害されています。 CIO！ 話になりませんね。機関ルーター、機関ルーター、VRRP 構成デッド、オープンフローのコントローラーアット。はい、放送のです。何をしてるんだ？これからインターネットへの接続を完全に切断する作業を行います。バカ、やめろ！これは時間の問題です。一台でも侵入を許した時点でアウトなんです。今となっては後の祭り。それでもし個人情報が流出したら誰が責任を？あなたの恐れているオエラ型の面々ですか？俺とシステム課に決まってるだろう。そういうことです。どの道同じでは？
君だけの責任にされるぞ。とにかく今すぐやめなさい。お偉方の皆さんにお伝えください。もったいない、その判断が命取り。インターネット接続を落としました。あー、後で絞られる。殺そう。こうして最悪の事態を免れたのです。まさに突破される寸前でした。新しい OS の PC やサーバーだけが無事だったという事実は役員を説得する材料になったようです。ようやく OS 入れ替えの予算がおりました。ま、私たちはその作業で徹夜続きになりましたけどね。いやはや、なんと言うべきか。あ、最後に一つだけいいことがありました。社長賞ゲットです。懲戒解雇まっしぐらのところをなんとあの CIO がかばってくれたらしいのです。びっくりですね。これはボーナス増額コース期待できるのでは。みんなにお知らせがあるんだけど、今回の費用で全社員ボーナスが3割カットされるみたい。シャカ、壁が崩れ落ちた。当たり前がもどかしくて、でも誰かと違うようにはと打っていて気やしないから、今日も前習えて進むよ。怖かったの、oh, oh, 辛かったよ、ずっと、oh, 自分を失ってしまうのか。また見えぬ方へ風はいつだって吹いて、I'm not afraid to die.